撫でようか氷点下10度8度の狭い檻の中から止めて無我夢中の無理心中叫ぶ声も手も届かない。僕は甘くてほろ苦い夢のまた夢に溺れてくコルトスリサだったのか。もう心もかじかむその最中混濁した意識の海を漂ってた。なぜか僕は趣味を思い出して皮肉なことにまた行きたいと願った。そんなものをとうの昔に捨てた。で凍りついた記憶の隅をさまよってさ、たどり着けば忘却の彼方で不運なことに諦めるしかなかった。どうしてそれを救済と呼ぶのか、何のためにここまで歩いてきたの。最後に思い出してしまった僕の本心、それは憎しみの裏返し。伝えそびれた感情は愛というらしい。後悔をよこしきぜ、このまま深い暗闇の中戦いと夢みたい。明日のことは誰も知らない。次は何日後何年後君に休みを言えない孤独にさよなら、ごきげんよう。